平野市洋紅白歌合戦出演かジャニーズ事務所の大ピンチからの復活の兆し。ジャニーズ事務所とテレビ局の複雑な関係が大きな変化の兆しを見せています。元キング、リンチェの平野市洋が紅白歌合戦に出演する可能性が浮上してよりジャニーズ事務所の危機を乗り越える新たな展開が期待されています。います。ジャニーズ事務所、その歴史的なピンチ。 ジャニーズ事務所は長らく日本のエンターテインメント業界を牽引してきましたが、最近では小ジャニー北川氏の性加害問題に関連して、再発防止特別チームの調査報告書でマスメディアの沈黙が指摘されるなど、事務所に対する非難が高まっていました。この問題はジャニーズ事務所にとって創業以来の大ピンチと言えるでしょう。テレビ局の手のひら返し。 しかし、驚くべきことに、かつてジャニーズ事務所と深い関係にあったテレビ局が徐々に態度を変え始めています。テレビ各局は、マスメディアの沈黙を指摘されたことを受け、急遽ジャニーズバッシングを開始しました。これには、ジャニーズタレントを起用しないことでリスクを避ける意図が含まれており、その結果、ジャニーズタレントの起用が減少しつつあります。 ジャニーズタレントの不足と飛べの登場。ジャニーズタレントは、ドラマ、バラエティ番組、情報番組など、多くのジャンルで活躍してきました。しかし、ジャニーズタレントの起用が減ると、特に、イケメン枠のキャスティングに課題が生じます。 このため、一部の放送局は元スマップへの新しい地図のメンバーや、滝沢秀明氏が社長を務める戸部に接触し始めています。平野仕様の脚光。特に注目すべきは、元キング、リンチェの平野仕様の存在です,です。彼はバラエティ番組でも活躍し、テレビへの復帰が待望されています。 ジャニーズ事務所に忖度して起用を控えていた彼も、今や複数のテレビ局からのオファーが届いていると言われています。さらに、平野はジャニーズ事務所を退除し、戸部に合流する予定であり、その後も現在のレギュラー番組に出演し続ける可能性が高いです。戸部の戦略。戸部はジャニーズタレントを安売りへするつもりはないとされていますが、テレビ出演は望んでいます。 そのため、段階的に平野紫耀や神宮寺勇太などのタレントをテレビ出演させる計画が進行中です。最初に NHK の音楽番組などを最優先にし、紅白歌合戦への足がかりを作る予定です。その後は民放のバラエティ番組やドラマにも、平野紫耀を中心にジャニーズタレントの出演を増やしていく方針とのことです。結論。ジャニーズ事務所と、 テレビ局の関係が大きく変化し、新たな展開が生まれつつあります。元キング、リンチェの平野市洋が紅白歌合戦に出演する可能性はジャニーズ事務所にとって希望の光と言えるでしょうでしょう。今後の動向が注目される中、エンターテインメント業界は大きな変革を迎えつつあると言えるでしょう。